んは。メンタルが減らってます。なんで今日めっちゃ汗かいたし、汗めっちゃかいたら乾燥するんですよ、知ってました？保湿されるんじゃなくって、その汗が飛ぶで日焼けはね、あの火傷に近い、やっぱりあの水をね含ませないといけないですよ。だからたくさん化粧水やら美容液やら塗ったら、なんかもうテカテカになりました。そう、潤いをね。皆さん、私死んでました。結構ガチで死んでました。なんかね、もういきなりね配信する気持ちにならなくなったので、なんか頭がめっちゃ痛かったの。そう、すいません、心配させてしまって。頭がねめっちゃ痛くて、この夜本当になんかもう無理で、もうちに正直に生きたら配信できなくなってしまいました。だから私ね、カツ丼がダメだったんかなと思って、うん、カツ丼食べんかったらよかったって思った。そう、なんかさ、本当にありがとう、みんな優しい。なんかもう私もわけがわからなくなっちゃって、なんかもう本当に変にそのなんかこうメンタルやられて、何なんだろうみたいな感じで、もう意味わかんないと思って、もうなんか気持ちがついていかなかったの。だからなんかさ、すごいなんかファンの人ありがとう、みんな。でもなんか急にもうダメかもしれないみたいな気分になっちゃって、なんかいきなり辛くなった。だからすごい涙が止まらなくなったりしたし、なんかねあるんですよ、私すごい躁鬱みたいな感じで、なんかめっちゃテンション高い時と、いい感じみたいな時と、あーもう私ダメだみたいな時と、なんかすごいそれのなんかいきなりギューンってなる時があって、結構それが激しいので予期せぬ時にやってきて、なんか辛かったりします。大丈夫、寝てはいる。そう、たまにジェットコースターの下りがあるから本当に大変、うん、そう。でも今はだいぶ大丈夫です。うん、なんか突然やってくる時がある。ありがとう、のんびり行こう。
うん、だからなんか誰にもなんか連絡も返したくなくなっちゃって、なんかもう3日ぐらい LINE も見ないみたいな感じ。もう携帯触らない、もう携帯を冷蔵庫に入れるみたいなそれはしてないけどもう携帯遮断みたいな。みたいな感じになっちゃって、タワーが来た、ありがとう、世紀末の人間さん、タワーが来た、ありがとうございます。そう、なんかもう心がいきなりなんかね、ザワ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 ズズズズズズみたいな、なんかテレビのなんかノイズみたいな、ズズズズズみたいなのになって、やばい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 みたいな感じで、なんか返事もできなくなっちゃった。というわけで、でも生きてるので大丈夫です。すごい、私はね生きてるだけでね、なんか偉いとか思ってない。やっぱり自分が生きてたら二酸化炭素を排出してるっていうことだし、やっぱり私が生きてるだけで何か社会に貢献しないといけないし、だから生きてるだけで偉いと思ってない。だって応援してくれてて、ハイコジのこの情報まだかなって思ってくれてる人がいるんだから、ちゃんとそれに一つ一つ真摯に向き合わないといけない、いけないのに。だから私は自分が存在するだけで偉いとは思ってなくて、二酸化炭素は気にしなくて違うよ、私が排出する二酸化炭素だけダメなんだよ。だからちゃんとしないとって思うし、あとなんかもっと世の中には辛い思いをしてる人、忙しい人たくさんいる中で、何を私はいきなりやってきた心のざわざわにやられてるんだろうとかって思って、違う、これ汗じゃないんです、ちょっと待って汗じゃないの、これはね保湿なんです。そう、まあ何の話だっけ、あ、そうそうそう、何を私は被害者ぶってるんだとかって思ったら、なんかますます自分のことが嫌いになって、何なんだろうとかって思ったら、何もできなくなっちゃった、いきなり。しかも全然不幸せなわけじゃないんですよ、両親もいるし、まだご健在ですし、家族もいるしさ、しかも私のこういうことを聞いてくれてる人が存在するっていうことがとっても幸せなことなのに、なんか一人でゴニョゴニョやってて本当に嫌になっちゃった。でもまあ生きて生きていきます、これからも。でも今日は本当にフェス楽しかったな。
なんか楽しめるのかなとかって思ったけど、なんか雰囲気がすごい良かった。なんかわかんない、なんかさ、そうやってさ楽しんでる時の自分もさ、なんか2つあって、なんか2人いて、うわこういうのなんか楽しんでるみたいな、電波悪い？ありがとう。みんなあの言葉が優しすぎてびっくりする。その優しい言葉は自分のために使ってね。ありがとう。今日のワイバンも来てくれてありがとう。だし配信も見てくれた人はありがとう。見れたよ。私ね、私あのクリープハイプさんとか好きなんですよ。で明日来られるんですよね。だから今日じゃなくて、だからそれはちょっと惜しかったんですけど、でモーモンさんとかもすごい好きで、で普段聞かせてもらってるので、そうだからそのマキシマムザホルモンさんとか見てたりしたら、あの新しい学校のリーダーズさんとかがコラボで出てきたり出てこられたりして、なんかそのコラボステージ楽しんだりとか、いやそのそれはすごい純粋に音楽楽しみました。うん、あと水曜日のカンパネラさんとかも見ました。めちゃくちゃ楽しかったです。あとなんかかき氷を買って食べたんですよ。そしたらあの遠くのちょっと違う外れたステージの方で今瀬さんの音楽あの歌ってるのがずっと聞こえてて、すごい贅沢な BGM だとかって思いながら、桃のかき氷食べました。桃のかき氷食べました。暑かったけど、まあでも楽しかった。美味しかったよ。そう、あとなんか宮本浩次さんがあのあれ歌ってました。歩いてたらあのあれなんだったっけ、てたらららら、てたちゃらちゃんちゃらんちゃらんちゃんちゃらんちゃらんちゃんちゃじゃじゃんちゃらら、ちゃちゃらちゃらら、ジャララ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 ラ
あ、そうそう、今宵の月のようにを歌ってて、なんかそれを聴きながら、あ、この曲知ってるって思って、うん、でもね、私ね、あの昭島ムザホルモンさんの「あのつめつめつめ」っていう曲がすごい好きなんですよ、私。それ聴けるかなって一瞬思ったんですけど、それは聴けなかった。つめつめつめ、そういうのがあるんです。みんなはどうだった？ここ数日体調良かった？頑張ったね、みんなも。お疲れ様。それが何も変わりなし。ゲリラ豪雨、あ、なんかさ、ゲリラ豪雨なんかすごいやばいみたいな。大丈夫？めっちゃ元気でした。本当によかった。私が元気ないのは別にいいけど、みんなが元気なかったら、それは許せない、許さない。違うんだって、これ汗じゃなくって、美容液を塗りたくったらこうなっちゃったんだって。自分も自分の菌が取れなくて困ってました。私難しいよね、自分で自分のさ機嫌を取ろうみたいなさ。難しいよそんなの。できません、そんなのできません。できない、できません。爪に抱き、なんで私こんなテカテカなの？なんか嫌になってきた。クリーム塗りすぎでしょ。カラオケに行って愛の重さを歌ってきました。おお、ありがとうございます。あ、やばい、あと4分で終わってしまう。ちょっとまたタワーのお礼は改めて書かせていただきます。あ、あ、ダメだ、ため息ついたらね、その2倍吸い込まないといけないので、皆さん気をつけてください。何を吸い込むのか、吐き出した息と魂です。
一緒に息と同時に魂も向けるんですよ、ため息ついたら。だから吸い込むときは吐いた息と同じ量の息と魂を吸い込まないといけない。わかりましたか？やばい。大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫。こんな、あの、こんな急にとっちらかる私でも生きていけるんだから大丈夫。みんなも生きていけるんだよ。健康第一だよ。じゃあランキング読みます。13位ソリオさん、12位アウテウルスさん、変わった。13位アウテウルスさん、12位マグさん、11位ズーミーさん、10位サーポンさん、9位ウリンちゃん、8位クジマスさん、7位ダベダベ所長、6位ケンケン、5位ウミガメ、4位カタカナのタカ、3位アンちゃん、2位チバニャン、1位笑っていいのす。ありがとうございます。タワーありがとうございます。一緒ありがとう。こちらこそ。おやすみ。明日も大丈夫。きっとみんなのもとに。弱気になるな。いける。